二人の関係って、はい、なんか僕は、うん、その、パズさんがね、ずっとね、はい、アキラをゲストに呼んで、アキラは私の恋人なのぐらいの勢いで、いやいやいや、恋人とは言ってないけれども、そろそろアキラ、もうそろそろ私と付き合ってくれてもいいかな。それはもう結構、だから、言われるたびに言うけど、早く恋人作りな。え、ちょっと、違う、振られてるじゃん。振られてるの。完全に振られてる。もっとざっくりした振られ方があって、うん、なんて言うね、なんて言ったっけ。覚えてないの、アキラ。何で覚えてないの、ひどいよアキラ。私に面と向かって、僕、どっちかっつうと、可愛い人がタイプなんです。あーあ、言った。あ、言ったじゃない。あ、言った。確かにそうだもん。うわぁ、私も割と可愛いんやで。今日見たら気になる。ちょっと待てや。だけど私、アキラにお願いして、二人でね、お好み焼きを食べに行ったことがあったんだよね。一度だけね。話題のないように、一度だけで。なに、ここは強調することないじゃん、そんなに。あんまり断り続けるのも、ちょっと気が引けるじゃないですか。ね、あ、よくある。断ると、やっぱ悪いなって気になるでしょ。よくそういう上司いるもんね。